ジョン・アンドレアスのオトベイトは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン。ディセクションの中心人物として著名である。1988年に、セイレーン、SL というスラッシュメタルバンドをジョンを含む4名で、結成。担当楽器はギター。同年にデモを作成するが、1989年春に、ドラマーのオーレオーマンが脱退し、ジョンが、 ラビッツキャロットというスラッシュメタルバンドに加入したことが、契機となって、セイレーン、SL は解散する。ジョンは、ラビッツキャロットのセカンドでも、エイクエス・チョン・イン・ペインに参加するが、秋にです。ブラックメタルバンド結成のために脱退する。脱退後、セイレーン、SL で同僚だった、ペーテル・パルムダールをベーシストとして、2名で、リセクションを結成。 ジョンはギターに加えて、ボーカルを兼任した。ちなみにペーテルは、セイレーン、SL ではボーカリストだった。当初、デスメタル色の強かった、ディセクションは、徐々にブラックメタル色を強めることになる。メインバンドは、ディセクションであったが、その他にも様々なバンドを結成、加入したりしている。1991年には、ロードベリアルのトーマス・バッケリンなとです。 ブラックメタルバンド、セナイズドを結成。リハーサルデモを同年に作成しているが、その後目立った活動はなく解散している。セナイズドで同僚であったギタリストのヨハン・ノルマンと、ドラマーのトビアス・ケルグレンは、後にディセクションに加入している。また同年には、ブラックメタルバンド、ザ・ブラックを結成し、1枚のアルバムをリリースしている。ザ・ブラックでは、ボーカル、ギター、 キーボードを担当し、ライオタスと名乗ったが、その後解散している。1994年には、アットザ・ゲイツのメンバーであったアンダース・ビョーラーとヨナス・ビョーラー、エイドリアン・アーランドソンとの4名で、テラーというグラインドコアバンドを結成。ボーカルを担当し、デモを作成したもののこちらもほどなく解散している。さらに、 実定のエミル・ノトベイトが加入していたオフサラミアに加入し、ファーストアルバムエイジャー n リーインダークネスでボーカルを担当した。同バンドでは、シャドウと名乗った。1995年には、ブラックメタルバンド、アウトブレイクを結成し、ウィッチマーと名乗り、ボーカルとドラムスを担当する。同年に、でも、オブエビルをリリースするが、ほどなく解散した。 1997年には、アンビエントユニット、デインファーナライに参加。ファーストアルバム、シンフォニアでインファーナライに参加した。正式加入以外にも、ニバルハイムやネクロフォビックのアルバムに、セッション参加もしている。音楽活動とは別に、1995年に、信仰悪魔崇拝団体であるミサンスロピック、ルシファリアンオーダーに、 当時のディセクションのギタリストヨハン・ノルマンと共に加入。ヨハンは1997年にディセクションを失踪する形で脱退しているが、これはミサンスロピックルシファリアンオーダーの考え方についていけなくなったこととジョンからの報復を恐れたためであった。1997年12月にアルジェリア人移民の男性の殺人容疑で友人の男と共に逮捕される。 結局、友人が主犯となりジョンは、共犯で、殺人法助の罪で、懲役8年の判決を受けた。また、この事件の捜査の過程で、ジョンが、他のスウェーデンのミュージシャンに脅迫を行っていたことも、明らかとなった。この逮捕、投獄で、ディセクションは、活動を停止することとなる。2004年9月6日に出所し、逮捕前とは異なるメンバーで、 ディセクションを再結成する。再結成には、元ダークフューネラルのドラマー、トーマス・アスクルンド・ヤモト・ナイト・レイジのベーシスト、ブリス・ルクレが参加した。その後、ライブ活動を活発に行いアルバムも発表したが、2006年6月24日のライブを最後に解散した。2006年8月13日、ストックホルム市ヘッセルビューの自宅アパートメントで、 拳銃自殺。父親とガールフレンドに宛てた手紙にトランシルバニアへ旅立つという胸の記述があった。かつてジョンはサタニストは人生のピークを迎えすべてを成し遂げ地球の存在を超越しようとした時に生と死についてを笑って決める。悲しんで人生を終えることは全くもってサタニックではない。サタニストは強く死ぬ。 年齢でも病気でも、抑うつでもなく、不明よりも、死を選ぶのさ。死は、人生のオーガズムだ。だからできる限り緊張感を持って生きろ。との言葉を残していた。彼が突然とも言える自殺を遂げたのは、こうした、思想上の理由によるものであると思われる。ただしクレジットは残っていない。ABCDEFGH 池田康志里氏。ストームオブザライツベイン。 CD ライナー。ディセクション、ストームオブザ・ライト、エス・ベインのアルバムのーツ日本東京都千代田区、ディスクユニオン。ジョン・クリステンソン、メタリオン、ザ・スレイヤー・マグ・ダイアリーズ、P569。ありがとうございます。